今回はですね、今アマゾンで開催されていますゴールデンウィークセールですね。で、合わせてポイントアップキャンペーンもやっていますので、まあそちらのセールで私がおすすめする2万円以下のね、まあ激安の格安の言い方変えれば投げ売りのね、ミニ PC3 台紹介していきたいと思います。一応ですね、あの、最初に断っておきますが、やっぱりこういったセール品がもしかしたら私が動画を上げる頃にはすでに まあ、売り切れている可能性もありますので、まあ、その時はですね、もう大変申し訳ないんですけれども、まあ、ごめんなさいというところです。で、あと言ってもですね、いわゆる中国の新興メーカーのミニ PC になります。私も何でか紹介していますけど、まあ、若干怪しいものもあったりもするので、まあ、その辺はあくまでも自己責任でお願いします。まあ、ポチる前は必ずね、スペック表と価格を確認して、まあ、注文するようにしてください。また、スペック表もですね、たまに細かいところで間違っていたりしますので、まあ、その辺も含めて、 自己責任でお願いしたいと思います。それではまず1台目。これがね、一番おすすめですね。今、アマゾンで、このね、B-Link っていうメーカーの、えー、ミニ S12 というね、えー、ミニ PC が19,800円で販売をしています。まあ、これ、あの、セール価格になりますけれども。で、これはですね、まず CPU が、えー、っとね、N の95です。インテルの N の95。私のチャンネルでもね、めちゃくちゃ紹介している N の100と、 まあ結構似たような性能でありながら N の100よりはだいたい価格が安いです。で、入手しやすいですね。N100 ってやっぱり人気があるのか、結構買えなかったり、まあ結構値段もですね、まあ高くはないんだけれども、やっぱり最安値に比べると、あの高いものしか売ってない。だから安いものはすぐ売れちゃうっていうことだと思う。そういう部分で入手しづらいのが N100 なんですが、反面ですね、N の95は N の100が多分人気すぎて比較的手に入りやすいし、 N の100よりも価格が平均的に安いというところで非常にコストパフォーマンスに優れているのではないかなと思います。で、これはですね、8ギガ2ごろの、ねえー、と端末になりますが、これが1 9800円です。で、16ギガ、500ギガバイトっていうのもあるんですね。これ、ラムが16ギガになるんで、結構こっちもいいかなと思うんですが、これはすみませんあの。2万円を超えちゃうんで、今回パスしますけど、ちなみに2 4400円です。だから私が今回お勧めするのは、やっぱり1 9800円、2万円切りの。 8位がに頃ですね。で、いいところは、さっき言った N の95、まあ、N の100ほどではないようですが、でもそんなにね、実際体感できるほど違うのかっていうところもあるし、そういう部分でコストパフォーマンス考えれば、入手しやすい N の95っていうのは結構お買い得です。でただ、ラムがですね、N の100って大体ね、LPDDR5 に対応しているものが多いんですけど、まあこれはですね、LPDDR4 ということで、まあこの辺が少し見劣りする部分です。 でもう一ついいところはですね、これストレージがですね、M.2 の PCI Express の掛け位置になってるんですね。以前に私が紹介した N100 の、まあ、安いものって、その結構 SATA 接続のものが多いんじゃないかなと思います。そうすると、まあ、シーケンシャルで500メガバイトぐらいなので、まあ、おそらくこっちの方がいくらか、そのね、ストレージの速度っていう部分では早いのかなというところで、まあ、価格19,800円だったら、まあ、悪くはないと思います。 で、まあ、これ Wi-Fi ァまあ、これはしょうがないですねで。サイズもね、非常にコンパクト。280g ということですね。で、全面に USB の3.02つありますね。まあ、以前紹介したね、激安の、まあ、これも1万円だったんですが、スカイバリウムのね、N の100ありましたけど、あれ、3.0が1つしかなかったんですね。まあ、そういったものに比べると拡張性が高い。もちろんこれね、裏、背面にも USB3.0 が確かあったと思います。 で、あとさっき言ったね、これですね、M.2 の NVMe SSD が搭載されているということです。まあ、ただこれ2 5 6イトプレイ,インストールって書いてありますけど、Amazon のやつは、えー、っとあ、Amazon のやつも2 5 6イトか。まあ、なので、えーまあ、一応ね、Amazon で買うときは一応スペックをね、確認はしていただきたいんですが、まあ、こんな感じになってますので、まあ、全体的にやっぱり N-95 を搭載したミニ PC としては2万円切りっていうのは結構安いと思います。 あとですね、ディスプレイポートが2つあります。で、有線ランポートね。まあ、ギガビットイーサネットが1つと。こちらが背面ですね。やっぱり背面にも USB の3.0が3.2以下が2つあるということなんで、この辺の拡張性もですね、前に2つ、後ろに2つということで、まあ、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。それでは次は2代目です。えっ、ー、と、これは私はすいません。買ったことがありませんが、トリゴキーっていうのかな。ちょっと名前もわからないんですが、この G3 っていうやつですね。 で、これは N の5095。まあ、11世代の、まあ、CPU を搭載しています。で、ラムが 16GB になってますけど、Amazon のやつは 8GB ですね。ちょっとこの辺のスペックは Amazon のやつと違いますけども、Amazon は 8GB にごろから、まあ、これで最終価格14,800円です。で、以前に私がね、13,000円台で投げ売りのミニ PC ということで紹介させていただいたのが J の4125セロロンのね、 まあ、あれに比べると N の5095ってかなりね、あの、性能上がってると思いますので、もちろんあれは若干高いですが、本当に1000円変わるか変わらないかぐらいで、まあ、これだけの性能のミニ PC がね、1万5000円切りで購入できるってのは結構魅力じゃないかなと思います。で、今ね、その N の100あるいは N の95あたりが出回っていて、この N の5000番台の11台のミニ PC って結構価格下がってると思うんですよ。まあ、そういう部分で、あの、非常に お買い得にはなってると思います。まあ、N の100とか N の95の評判がいいので、まあ、ちょっとその陰に隠れてですね、まあ、ちょっと人気がないような感じもありますけど、決して性能が悪いわけでもないし、まあ、ライトな使い方であればまだまだ全然ね、まあ、使える新しい CPU になってますので、まあ、そういった部分で14,800円は格安じゃないかなと思います。ちょうどここにですね、ベンチマークですね。えー、J の4125との比較出てますけども、シネベンチの20で 831ポイント、4125はね、593ということで、結構このグラフを見ても、まあ差がありますよね。3D マークでもこんだけ差をつけてるっていうことなんで、だからやっぱりね、前の世代、前の前の世代っていうのかな、よりは、まあかなり性能がね、上がっていますので、非常にお買い得だと思います。これはもう価格は安いんでね、まあそんなにこうスペックを要求するものではなくて、まあお買い得ということです。 で、SSD もやっぱりこれは SATA ですね。500MB になってますんで、まぁ、あ、SATA、こ書いてプが SATA 接続ということです。まあこれが Amazon で、えー、14,800円です。まぁ、あ、結構お買い得だと思います。それではですね、最後は GMK テックのですね、NACBOX5 というね、これめちゃくちゃ小さいミニ PC。これ結構皆さん見たことあるんじゃないかなと思います。で、これはですね、Wi-Fi 5と Wi-Fi 6に対応したモデルがあって、まあ、おそらく安いのは Wi-Fi 5ですかね。 え、CPU は一緒なんですが、確かこの辺のネットワーク周りが若干違うのかなと思います。まあこれも一応 Amazon で購入する前にね、スペック確認していただきたいんですが、一応 Amazon のセール価格15,991円です。まあこれも11世代の N5105 を搭載して、まあ1万 約6000円という価格ですね。まあ見た目のあの楽しさって言いますかね。こんなちっちゃいんだっていう見た目の楽しさもあって、まあ制度もそこそこ価格もなんと1万6000円ということで、まあなかなかこれも面白いんじゃないかなと思います。 ちなみに Amazon で15,991円で買えるのは 8GB、1ニッパーのモデルになりますので、まあそこはちょっと注意をしてください。まあなかなかですね、1万円台だとラム1 6ギ b っていうのは難しいので、まあその辺は諦める必要性があるかなと思いますけね。このダックボックス5はやっぱりね、その性能と安さもありますけど、こんだけ小さいっていうことですね。めちゃくちゃ小さいです。まあベーサーマウントにつけるんだったらもうちょっとでかくてもいいんで、別にベースマウントにつけない方、つけなくて置くっていう方が、こうやってなんか、 デスクのようにちょこんと置いておく方がなんか可愛らしくて、えー、奥にもいいのかなと思います。だってベースーマウントつけるんだったらもうちょっと大きくてもいいですよね。なので、これはこの見た目が気に入った方にもおすすめですね。やっぱりこういうのってちょっと惹かれますよね。 ということで今日はですね、amazon のゴールデンウィークセールで2万円以下で買えるですね、非常にお買い得なミニ PC3 台紹介させていただきました。どれを買ってもですね、基本的にはお値段以上だとは思いますけれども、まあ私がやっぱり一応になるのはミニ S12 ですね、N の95を搭載した、まあ比較的ね、 安いんだけども、そこそこ使えるミニ PC ということで、これ結構おすすめじゃないかなと思います。で、ちょっとね、皆さんに聞きたいんですけども、まあ、私も最近ね、ミニ PC の、まあ、レビューっていうのを結構集中的にやり始めて、まあおかげさまでね、あのメーカーさんから、あの、提供していただく予定にもなっていて、まあやっぱり色々やってみるもんだなっていうことなんですが、まあその中ですよ、L の95って L の100よりもちょっと人気ないし、ちょっと安いじゃないですか。 まあでもそんなにベンチマークや、やってもスコアの差はないんだけど、やっぱり N の100の方が大体高いんですよね。で、この中でよくその N の5000番、その11世代の CPU もあるんですけど、この TDP の違いっていうのがあるんですよね。なんか TDP が高い方が、やっぱりこう性能を発揮できるみたいなことで、なんかそこの高い方がいいんですよっていうような意見もあるんですよね。 まなので、N、95っていうのは TDP が 15W なんですよ。N の100ってのは 6W なんですよねで。私は素人なので、基本的に TDP が高い方がパフォーマンスを発揮しやすく、その代わり熱くなりやすいっていうようなイメージで、まあ、単純に TDP が低い方が、まあ、性能は出にくいけど、まあ、省電力で熱くならないみたいな、ねまあ、感じなんですけども、じゃあこれって、TDP15W の N の95と TDP6W の N の100と、 どうやって比べんのっていう話なんですよね。まあ、ただベンチマーク見るとですよ。ベンチマーク見るとやっぱり N の100の方がスコア多分高いと思うんですよ。まあ、どのベンチマークをでね、比較するかっていうのもありますけど、まあ、だからまあ一般的にはやっぱり N の100の方が性能がまあ高いっていうことだと思うんですけどね。まあ、それでもその TDP が高い分 N の95のメリットっていうのがあるのかなと。 で、これはさっき言った11世代の N の5000ちゃらとかね、5095とか5100んとかとかあるんですけど、あれ辺も大体似たような性能なんだけど TDP の違いがあったりして、ちょっとこのね、CPU の TDP の違いっていうのはあまりよく理解できないし、まあいろいろあのね、ネットで調べれば書いてあるんですそれがじゃあどういう感じでリアルなあの現場でどうやってあの影響が出るのっていうところがね、ちょっとわからなかったので、もしね、私にコメントで産行ぐらいでスパッと答えられる人がいたらぜひコメントいただきたいです。 まあ話は横に逸れましたけれども、まあお買い得なね、えー、ミニ PC 購入先については動画の下の説明欄にリンクを出てきますのでそちらの方から確認をしてみてください。最初にも言いましたけどもしかしたら売り切れてるかもしれませんし、一応購入する前にはしっかりとご自身でスペック、価格等をね、確認の上注文するようにしてください。はい、今回は以上です。